スーパーマリンシミタースパームリンシミタースーパーマリンシミターとはイギリスの航空機メーカースーパーマリン社が開発しイギリス海軍が使用した艦上戦闘攻撃機である開発は第二次世界大戦終了直後1945年にイギリス海軍の要求で開始された当時のジェット機は試行錯誤の段階にありシミターも 機体を軽量化するため膠着装置を装備せず、胴体着陸を行うことも計画案に盛り込まれたが、計画を煮詰める際に、この要求は却下された。やがて、ドイツから、後退翼の研究データが持ち出されると、シミターにも、後退翼が採用されエリアルールを採用した、機体は独特のくびれを持っていた。シミターは、戦闘機、攻撃機、 戦術偵察機として使用できるように設計された多用途艦上機であった。その後、1951年に初飛行し、1958年には、ホーカーシーホークと交代する形で、部隊配備が開始された。シミターは、各兵器搭載能力を有する、初のイギリス海軍の近代的艦載機であったが、開発が順調に進んでいたブラックバーン社のブラックバーンバッカニアが、 部隊配備されるまでのつなぎ役とされてしまったため、生産数は76機にとどまった。しかし、バッカニアが甲板が狭いイギリスの航空母艦から、兵装を搭載した状態で燃料を満載すると、発艦ができず、燃料を半始めにして発艦しなければならなかったため、発艦後、燃料ポッタを搭載したシミターがバッカニアに空中給油を行わなければならず、 シミターは1966年まで現役で任務をこなしていた。シミターの開発を最後にスーパーマリン社はビッカース社に吸収合併された。ありがとうございます。